え？何が当たったの？どうも、エルザです。それでは、ホライゾンゼロドンやっていきたいと思います。まあね、敵が多すぎて、ダッシュで来たわけだけど、まあ、なかなかよ。うっさきおいしそう。まあね、何本か連続で撮ってるんで、いや、だいぶお疲れです。見てる人は一発目なんだけどね。一応そうだね、公開収録でまた今回もやってるんだけど、ライブで連続撮り。実際そうだもんね、配信撮ろうと思ったら1日に5、6本まとめて僕は撮ってるんで。ただね、その疲れがエイムに出てしまうときがいかんよね。それにうまいさ。こっち。密偵はどこにいる？時間はたっぷりあったはずだがな。探してみよう。そうかな。その前に商人と話して、これ作りたいんだけどね、絶対強いと思うんだよ。やったん。ああ、でもそうだな。なんか武器さ、それなりになんかあるのかなと思ってたんだけど、もうこの最高のやつ作ってしまったら別にって感じがするね。ロープキャスター。ロープキャスター買おうか。バヌーク、あとはそうだね。まあ、特に売れるものないんだよね。あんまり戦ってないし。ほら、オセラムの。で、つける必要があるかっていうことだよね。探せってことだから。さっきまで誰かいたみたいだ。急いでこれから誰がバンガード。さあ、ミッティ探そう。そうそう、あのね、声もだいぶ良くなってきたんで。ああ、ミッティさーん。気のせいか、まばたきしてた気がするんだけど。マーラとの密偵だな。デルバールの手下にやられたのか。多分何か見つけたんだ。これを見ろ。血を使って地図を描いたのか。ああ、こいつは当てにしても良さそうだな。ピッチクリフだな。北に印がついている。デルバールの居場所かも。俺の隊が外で待ってる。また後で合流しよう。さあ、追っかけよう。ほら、急ぎ急ぎ。ほら、ほら。ちなみに、出て、上の方。移動長いんだよな。さすがオープンワールドなんだけど。
もうそろそろ目的地には着きそうだね。デルバールは機械いじり、おそらく機械で実験をしたり分解しているんだな。あいつらをうまく使えるかもな。まずは私が、戦いが始まるまで待て。分かった、任せてくれ。さあ何をやるんだろうね。高速具。なるほどね。高速具を壊しちゃいましょう的な。なんでこっちやねん。なんでやねん。いいってーなラッピーユーチュー。え？何が当たったの？これは思った以上にめんどくさいかもしれないね。上はいけない。あーでもどうだろうな。で、襲ってくる前に、
強いな、ロボットに対して。やっちゃうよ。燃やして放題すれば全然いける、こいつは。ねえ、で問題はこっからで、またか。ああ、めっちゃいるな。おい、よーし、当たった。なんか一撃必殺的なやつあるね。上か。ダメ。でさ、あの上にいるのリーダーっぽいよね。もうすぐ死ねるぞ。お口が悪いようで。訓練を思い出せ。これも回復かな。いや、シャードやった。いたあんたバカタレ。エルサが近くにいるはずだ。美しい。とりあえず ワイヤーが欲しい。よし、行こう。あやー、敵強くなってるね。
さ。まあやっぱ起きるんだ。なるほどね。おい。逆にそこ通す方が難しいからね。あーちょっと動きよく、ギリギリで避けすぎなんだ。いやあそこまで当たらんとわんかったな。上、いやこん中か。うん、それはやばそうだね。なんで立った？なんで立った今。おかしいだろそこで立つのは今。やばいやばい、花火。これでも暗いな。反撃したくなるまでボコボコにしろ。そのさ、ギリギリなんだろうな、ちょっとしかも曲がってんだよね、たまにね。突破するぞ。あいつらこれであのひどい音を耐えているんだろうな。なんか分かんないけど回収成功でね。なんかね、ファイヤーピッター、ちょっと待った、ファイヤーピッター、このヘビーリフターだね。これでね多分ね、動きが良くなる。30発か。雪は霜より早く積もる。ああなるほど。ここ。うるさ。
デルバールに拷問されて変なものを見せられた。俺が一緒だったらなぜ呼ばなかった。そりゃ俺は飲んだくれたけど。でもやめてバカね。デルバールから伝言がある。交渉をしたいんだって。罠だと知っていたから呼ばなかったのよ。危ないと思って。大した罠じゃないと思ったの。やれると思ったのに。いい、聞いて。メリリアンで何かとてつもないことが起こるわ。太陽が煙で曇りよく姿をアバードに拝ませるって言ってた。王のそばにいてあげて。おふざけはもうおしまい。あなたも早く大人にならないと。わかった。約束だ。絶対に約束よ、エレンド。エルサ。おい、ダメだ。行くな。約束は守るよ。絶対だ。エレンド、気の毒に。デルバールを探すにもメリディアンは広すぎる。奴の持ち物を見てみる。手がかりがあるかも。さあ、結局ダメだったか。手紙が挟まっているな。メリディアンにブレイズをたくさん送った。それを見つければデルバールも見つかるだろう。デルバールは機械をいじって何を。嫌な感じがする。これぐらいか。随分と丁寧に解体しているな。あとは奇妙な装置だ。いかにも手が込んでる。電源を入れたらどうなる。うまくいったみたいだな。ほら二人とも何か言ってみろ。どうしよう、なんて言ったらいい。なんでもいいさ。お前の声が聞きたいだけだ。取っておきたいんだよ。じゃあ歌うね。ラララララララ。話すのよりもいい。これで聞きたい時に聞けるな。終わったの？さあ寝る時間よ。おやすみママ。パパもおやすみ。いった。私たちどうするの？攻撃は日に日にメインスプリングに迫ってるわ。あとどれだけ隠れていられるのか。家族の形見か。奴にはもう失うものがない。ああそうだね、倒したっていう、生贄にしたって言ってたもんね、娘と母をね。役に立ちそうなものを見つけた。とりあえず王宮に戻ろう。ああ、俺もすぐ行く。だが今はエルサのそばにいたい。最後、そしたらこれをちょっと試し打ちしたいから。落ちる日、あータイトルから。そうか、次、まあ一回城だろうね。試し打ちしたいんだけどな。いるね。彼で試し打ちをしよう。
これさ、いやめちゃくちゃ強いんだけどさ、音がバカみてえにでかいからめちゃくちゃ耳痛かった。さあ、クエストが、上だもんな。ぐるっと回ってここ行った方が良さそうだね。そうだね、ああいうのを簡単に倒せるようにならないと。やっぱダメだよね。おい、あー、いいね、ビールいいね。昼間からのビームとビールっていいよね。いいフリーム、いい、はい、さあ、で、この辺りにルキが落ちてるらしいんで、めっちゃ追っかけてくるね。ロープキャスター、ロープキャスターか。なぜこんなこと。見つけてほしいからだ。良い狩りを。ではまたな。待て。くそ。よし、でさらに奥。ああこれ結構あれだな。一回セーブしよう。うん、じゃあここまでにしましょうか。もう逃げに逃げてここまでやっと来たって感じだけど、それでいいのかな。クリティカルヒットね。そうだよね、このダブルショットとか取ると多分まあ本数が増える分っていうか、まとめて2本打てるっていう意味では確かに強いんだよね。いやーレベルが圧倒的足りんなー。でもね、はあ、ということで、ごめんね、ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またねー。